中島国を6月13日から1985年9月24日は、日本の教育者、地方政治家、幕別町名誉町民。栄転は、正六位、君後等総工局実賞。北海道中川郡幕別町町長,長を7期28年間歴任した。1905年6月13日に、北海道上川郡東間村あ座ウ別1、父。 中島岩造、母、中島菅の長男として生まれた。父、岩造は農業を経営しながら東間村議会議員、東間村消防団長を務め、さらに、中央乗り合い自動車株式会社取締役を兼ね、昭和2年には、十勝止めワカシ社を設立、また1930年に、名寄シ社を設立した。また、母、菅は岩造を助けながら、 荒物雑貨賞を営んでいた。国尾は、1911年4月、上エン神城小学校に入学。卒業後、長山村、長山神城高等小学校に入学し、1919年3月に同校を卒業した。その後2年間、家の農業に従事したが、1921年4月、北海道町立空地農業学校に入学。 1924年3月に同校を卒業し、北海道町立実業、補修学校教員養成所に入学。翌年卒業し、5月に中川郡白人実業補修学校助教諭となった。戦後の1947年、幕別青年学校長から、高専初の幕別町長選に出馬し当選。以後、1975年に退任するまで、 十勝館内最多の28年間町長を務め、町の発展に努めた。福祉政策にも力を入れ、1970年には、十勝館内で、唯一の富士有事通園施設、十勝愛育園を幕別町に開設した。1976年8月、名誉町民の称号を贈られた。1985年に亡くなる、80歳没、 ありがとうございます。